心臓が各臓器に対して十分な血液を供給できない、その問題は心室にあるということなんです。はい、右室が肺へ、そして左室が全身臓器へこう流しているわけですね。はい、ということはですよ、ということは心不全って何種類あります？単純ですよね。単純です。はい、心不全だって2つの臓器、あ、2つの、ね、右心室と左心室ね、あるので、はい、心不全というのはですね、この2つなんですよ。右心不全ですか、それとも左心不全ですか、この2種類なんですよ、心不全というのは。そうですよね、だって右心室が肺に流れて左心室が全身に流すわけですよ。ということはこの2種類しかないんですよ、心不全というのは。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。心筋梗塞と血圧と心不全を初めから学ぶセミナーが書籍動画教材になりました。循環器疾患を受け持ちでも自信を持って働けるようになります。内容としましては、心筋梗塞の種類、血圧、全負荷、高負荷、心不全、スターリングの法則を順を追って学ぶことができ、循環器疾患の病態把握に役立ちます。お申し込みで80分のセミナー動画と何度もコピー可能な問題集 PDF、スライド PDF をすぐにお受け取りいただけます。こちらの画面は縦画面ですが、教材は横画面となっており、セミナー映像が大きくてとても見やすくなっています。おすすめは動画教材となっており、書籍より5000円オフの最安値でご受講いただけます。動画教材の詳細は説明欄をお読みください。